はいどうもお疲れ様です。暗号通貨ニュースの久保でございます。え、前回でね、リップルの購入をしました。52円の時買ったんで、今はあんまり値段変わってないんですけども、まあリップルね、もう一発3月あたりに来るんではないかなと思いますね。うん、まああの、90円とか100円ぐらいになることを目論んでるんですけども、根拠は特にありません。暗号通貨に根拠は求められません。わかりません。だけど、これから、 暗号通貨に対してのネガティブニュースこれはね、世の中が反応しなくなったんで、この前の FTX みたいな、あの、まあですか、倒産劇っていうんですかね、うん、ああいうことがあっても、まあ価格の下落は限定的だったんですよね。で、今もう完全に回復してるんじゃないかなと私は見てるんですよ。で、リップルの訴訟が3月に明けますんで、これは多分リップル側が無罪で終わるでしょう。となると、リップルから離れたあ資金も、 また再注入されるということを見込んでのリップル1000万円買いです。で、これで、まあまあ倍ぐらいになったらね、1000万の利益を抜いて500万残し課税されてですね、まあ400万ぐらい残るんじゃないかなと思ってますんで、まあこれによって、まあ1月30日ですけどね、まあ今年のとりあえずの生活費はここで担保ということになるかなと思います。で、次です。体の枝は、まあ見守っているだけで、えー、いいと思いますけども、今度はビットコインですよね。 こちらの方ねまた同じ1000万ですけども購入してまあビットコイン多少上がると思うんでねうんそんなにこう倍になるかっつったらならないんでリップルに全力投球の方がいいと思うんですけどもまあねうんリスクエッジという意味でビットコインはもう300万以下悪くても250万ぐらいで止まると思うんでじゃあここからね350万ぐらいになることを期待してちょっと買っておこうかなというところでございますこの購入は 1>, え1月中に行いますんで今日か明日のうちにやっておきますねちょっとあの月曜日の資金の用意をしないといけないんででなんとねさっきね三崎裕太さん青汁王子もなんか15億円分買ったらしいんですよちょっとタッチの差で15億円買う前に私が買っとけば多少でもねちょっと得,で得ができたんだろうなと思うんですけどもまあこの、えー、資金力行動力の遅さも儲ける上ではデメリットになりますねまあけどね あの三崎豊さんのニュースを聞いて後を意外する人もいると思いますんでまだまだ全然いけるんじゃないかなとしかも三崎裕太さん一人でビットコインの価格が上下するもんでもないですからね、まあ、これから大きなインパクトが来ることを願ってます、まあ、イーサリアムは、まあ、このままでいいと思いますねもう20万円を切った時期も長かったんですけどもまたね、えー、こっから40万50万と膨らんでいってもらえればなと思ってますまあ以上のような感じですか 暗号通貨に関しては以上です。はい、お疲れ様でした。